にちは。フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。マダガスカルを旅しています。アントノナリボから国内線でモロンダモに向かい、さらにベロまで行きます。マダガスカルの飛行機は高いです。約1時間の飛行で3万円ちょっとです。この後はすべて陸路です。それではどうぞ。6月28日マダガスカル3日目。喧騒としたアンタナナリブの中で嘘のような静けさのホテルです。8時に迎えが来ました。モロンダマに着いたらこの袋を迎えに来たガイドに渡してほしいと預かりました。現金が入っているようです。混沌としたアンタナナリボを抜けます。ファービとトゥキのコンビには空港まで送ってもらいます。実は彼らとは3日後の7月1日にモロンダバで再会することになります。つまり彼らは陸路でモロンダバに来るということです。空港までは約20キロなのに全く時間が読めません。田園風景を見ながら空港に向かいます。それでも約1時間で着いてしまいました。11時10分のモロンダバ行きです。マダガスカル航空、日にちの変更やら時間の変更やらで一定していません。アンタナナリボ上空です。丘に住宅、平地には田んぼが広がる風景です。赤茶けた丘陵地を飛びます。西海岸の海が見えてきました。バオバブも見えてきました。モロンダバには約1時間で到着です。モロンダバはマダガスカルの西の地にあります。嬉しいお迎えです。この迎えがないとどうすることもできません。ガイドのステファンさんです。運転手のソロモンさんと共に3日間お世話になります。モロンダバ市街には ATM のため立ち寄ります。食事とチップ以外すべて旅行費用に入っていますが、食事とチップ意外とかかります。ベロ方面に曲がります。バオバブが見えてきました。写真では見たことありますが、実物はすごいです。この光景はこの地方だけのものでしょうか。あちこちにバオバブがあります。まさに不思議の国マダガスカルです。世界広しといえどこの光景はここだけです。マダガスカルの田舎の民家はだいたいこんな感じです。ベロに行く通り道沿いにバオバブの並木道があります。バオバブも最初はこんな華奢な状態から始まります。バオバブと村落です。バオバブの種とわかめを売っています。並木道を向こうから歩いてきました。ゼブもよく見かけます。道の途中で止まります。どうしたのでしょう。ブレーキがおかしいと言います。今までの道です。こんな道ですのですべてが砂ぼこりにまみれます。これからの道です。なんかね、焦ってもしょうがないです。道をゼブが通り過ぎます。歩いて行けるような場所ではありません。かなり重傷のようです。
約1時間かかりましたが、運転手さん直してしまいました。運転技術もさることながら修理の腕も試されます。渡船場に来ました。はっきり言って四輪駆動以外の車は無理です。2艘の船に板を渡して車を乗せるようにしています。昔風のエンジンです。崖を下って船に乗り込んできます。エヴァ、ついりビヒナ川を渡るには船以外の手段はなさそうです。日が落ちてきました。意外と長い船旅です。エンジンの音だけが響きます。やっと対岸です。約45分もかかりました。川の坂を登るのが一仕事です。6時過ぎ、ベロのホテルに到着です。今日も一日大変でした。はっきり言って期待しないでください。お湯は出ません。夕食にエビを頼みました。2万5千ありありですので、感覚的にはさほど高くはありません。ビールは5千ありありです。安いのでガンガン行きましょう。エビ行けます。ガイドさんとドライバーさんと一緒に酒盛りになりました。ガイドさんたちの食事はライスと鶏の煮たものです。これは後で知ることになりますが、地元の食堂ですと3000から4000ありありのようです。明日は朝4時に出発だと言います。世界遺産ツインギーに行くためなら致し方ありません。いかがでしたか。まさに不思議の国マダガスカルです。明日は世界遺産ツインギーです。ご視聴ありがとうございました。